エナジーハロー。やっ、エナジーハロー。スワライト。やっ、エナジーハロー。サンダーボルト。ウィンドブレイド。これなら満点だな。やった。よかった。やりましたわ。手強そうね。多少はできそうですわね。これでさ、みんな。50点ぐらいだよな。力が。Thank you.
よう、いらっしゃい。腹でも下したのかい？いえ、そういうわけではないんですけど。あの、購買部の隣に住んでいる言語学者の方、ご存知ですか？ああ、キースのことかい。私たち、どうしてもあの方に会わなくてはなりませんの。アポイントなんて取らずに会える方法を知りませんこと。あいつは最近古代書物の解読に埋もれているらしいからな。よっぽどの理由がないと会ってもらえないだろう。クロス洞穴に眠っていた古文書の解読を依頼したいんですけど、それでもダメでしょうか？クロス洞穴？そうなると少しは話が変わってくるかもしれないな。一ヶ月も待っていられないんです。もし知り合いでしたら何とかしてもらえませんか？だが本当にクロス洞穴の最深部に入り込んだのか？あそこは結構危険な場所って噂だぞ。証拠の古文書ならありますわよ。本なんぞいくらでも用意できるよ。証拠にはならん。まあ場合によっては信じないでもないが。どうすれば信じてもらえるんですか？クロス洞穴の最深部に行けるだけの腕前があるのなら、リンガの聖地も踏破できるだろう。リンガの聖地？昔から薬剤師御用達の数々の薬剤の元となる植物が手に入る神聖な場所だ。リンガの町を出てすぐのところに位置する。ただし全てが開拓されていないため、奥地には未発見の素材も数多くあるとされている。そこに行けと言うんですか？遠足気分で行くんじゃない。聖地とはいえ、一番奥には汗界への扉と呼ばれる場所がある。そこは魔物も住み着いていてとても危険だ。舐めてかかると命を落とすぞ。でもそこで薬草を取ってくれば認めてくれるんですね。まあな。だがクロス洞穴最深部まで到達したんなら、未発見レベルの薬草を探してきてもらおうか。未発見レベル？それ本気ですか？それくらい。クロス洞穴踏破者なら朝飯前だろ。うん、行ってこい。